バッチ来い歴史的にはやっぱりあれだよね <laughs> その戦乱の時代こそさ個性が光るからうんその戦国時代とか幕末とかさあれじゃないですかよそ者なんだっけバ若,者バス若者よそ者ねである岩野さんが輝くじゃないですかうう <laughs> なかげてる人は清いって言われてるから。<laughs> ね、だって岩野さんですもね、日本の夜明けぜよって言い出したん <laughs> <laughs> まさしくですよね、この時代に日本の夜明けぜよって、ね。<laughs> コロナが明けたら、熊も晴れる。晴れた先にはピカンが待ってる。<laughs> <laughs> いや、岩野さんのそのキャラ、僕一番面白いなと思うんですけど、うん、なんかに役立てられないの。<laughs> なんかあの、アクセプタンスの YouTube 動画のって、そのキャラじゃないじゃないですか。うん、日本の言い訳せよとか言ってないし。うん、なんかやっぱその、あれがなんか面白いんだよな、個人的には。そうなの。うん、うん、いや、だからその、岩野さん史上、だからその時が一番目的には面白かったっす、ね、っまあ自己一致してますからね。<laughs> そうっす、ね、<laughs> なんでそれそんな面白いんだろうなと思いますけど。<laughs> 他の人に多分あんまり分かってもらえてないんだけど、この、僕がすごい面白いと思ってる感覚は。あまあ、その、それはまああるかもね。まあ、人の笑いのツボって、まあ人それぞれですか,からね。ただね、どんなにその状態で強いことを言っても強く見えないっていう確かに。すごい底辺感満載っていう。<laughs> いや、そう、だから多分で、ね、それ言うのも,おも面白いですよ、ひっくるめって。 なんか、あの安っぽいみたいな感じかな。<laughs> そ,うそ,うそうそうそう。なんかあれだよね。その国会議員がさ、なんかディスってるとさ、なんかすげえ怖そうだけどさ、うん、あの、日曜の昼ぐらいにさ、ワンカップ持ってさ、あの、コンビニの前でさ、ちょっと、あか顔隠してさ、日本、あ子供じゃいけないでグビグビとか言ってるような感じでしょ。<laughs> そうなんかその日本の言い訳せよってそこで語り合ってる感じなんですよねなんか言い訳せよーって言ったらパばンって倒れてすぐ飛ばしてあほだなあほだな,ぁなんかそういうなんかそういうのをなんかやりたいんだよなそういうのやりたいっていうのはそういうのをなんか何なのかちょっとよく分かってないですけど何 <laughs> か,かちょっともうちょっとそういうシュールな世界観なんだよな、うんか。 最近の本とかも一応調べてるんだよ。うん。その、この自殺の本だとかさ。ああ、いいっすね。ポルノ中毒の本だとかさ。おいいっすね。君が言ってた幸福になりたいの話だとかさ。あそれも見てた。そしてあの飲酒の科学。おお<ー>。なんかね、俺思ったんだけどさ、お酒の方がニーズあるんじゃねえかと思って。 お酒のなんですか一応さ依存症治療だからお酒のやめ方とかは知ってんじゃん俺。うん、で例えばさビールアドバイザーとかの資格を取れば飲み方からやめ方まで教えれねえと思ってる。あやめましょうやめましょうじゃなくてその大学とかのさ教育でいや「お酒はこういうふうに楽しく飲んでこう,こういうふうに気をつけましょう」でやめたくなったらこうしましょう」って言えたらさ。うん 日本初の飲み方からやみ方までご紹介するアルコールプロバイダーみたいな感じです。あ,あでも、岩野さんらしくていいですね、それは。つい実家飲み屋だからさ。らあのウェ <laughs> ルビーイングにもつながってきますからそれは。<ー>いいんじゃないですか、すごい。これあの、飲酒業界からあのオファーが来ませんかね <laughs> でも、岩野さんのやろうとしてることって10年早いので、うん、多分10年後に流行るんじゃないですか、それ。俺じゃないじゃん <laughs> おそらく。 いつものパターンでいくだから武雄先生のライブとか見てもさ、あのこの間のさ、学会でやったさ、あのーウ、ウェルビングの人出てたやん、うん、そのラ,ラオスんだったっけ行ってたさ、俺もウェルビング研究してたじゃないですか <laughs> 謎だよ。確かに でも今考えたらそういう生き方をすること自体がいいことだっていうふうにもう言われてきてるから、うん、まああの当時の岩野さんになんか教えてあげたいですよね。あのいつか報われるけど、お前は有名にはならないっていう <laughs> そう<だ>。そ <laughs> でもその、楽しい、良いお酒の飲み方はすごいなんかいい,いいと思います、ね。うんそういうのね、本,本でもか書いたりすれば。 なので、ちょっと、あの、どっかのタイミングで、ソムリエは大変だから、なんかね、ビールかテキーラ、うん。あたりは、結構、その、資格取りやすいみたいだから、一つ、二つ取ってみようかなと思って。うん,うん。あ、じゃそれだ。で、それで、あの、岩のブランドの酒を販売するっていう。<laughs> こう、これだわ。あ,あ,あ、いいかも、いいかも。か完全にこれでしょう。 そしたらさ、なんか前言ってた、あの、ばばあ岩野でそれを提供して、なんか実際に岩野さんとコミュニケーション取れるみたいな。面白いな、それか。完全にこれだわ。ちょっと、と、取ろう、資格を。来ましたね。来ましたよ、ね。ばあ、ばっちこいの言っ居酒屋じゃないの、そこは <laughs> あ青木くんちょっとさ、俺もちょっと言わせていただきたいんだけどさ、はい、青木くんがさ、そういう予言をしてくれるじゃん。うん。果たして、同じことを言われて、何人が俺の境地に立てるんだ。いやどうなんですかね。でも僕、やっぱ人選んで言ってますよ、結構、その言うことについては。うん、今野さんはなんかあの、結構取り入れてくれるし、なんか、それはなんか、個人的にはありがたいことだと思いますし。 取り入れないだろうなっていう人には言わないですし、なんかあのトリッキーなことして、うまくいく人とうまくいかない人って多分いるんですよ、ね。<laughs> なんかそれちょっともう結構なんかいろんな人になんかアドバイスとか、なんかこういうふうにしたら面白いんじゃないみたいにして、失敗する話とかも結構聞くんですよね、やっぱり。うん、だからなんかあの、誰、誰しもがなんかそういうふうにしてうまくいくわけじゃないなって思ってるので、うん、あの、 言わないことの方が多いです、基本的に。まあ、そうだろうね。え、うん、岩野さんは、なんかあの、ちょっと変な言い方ですけど、レジリエンスが強すぎるんですよね、基本的には。<laughs> どういうこっちこね <laughs>。そう、なんかあの、うまくいかなかったことを活用できるじゃないですか、岩野さん基本的には。 うま,うまくいかない方が岩野さんらしき面白さが出るから、うん、なんか多分なんかあの、無理なんだよ岩野さんに振った方が結果面白いんですよ。<laughs> あの失敗するのが成功ってことか <laughs> そう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 。ちょっとハードボードだぞ。いや、でもそれすらをなんかあの、プラスに変えるから岩野さんは。まあねだだ。だから結構む茶ちゃぶりをするんですよ、基本的に岩野さん確かに俺も、あの、平坦な道とやばい道だったらやばい道行くもんね。うん。 いや、これ、関口さんにそんなことやってみ血の涙を流して倒れるよ。<laughs> いや、関口さんとかには言わないですよ、から。ただ、そこに居続けることは、なんかあんまり良くないことかもしれないから、大丈夫ですかと問い、問いかけますけど。た、ね、多分竹林くんとか、入江くんとか、横光も、多分その、能力的に俺とかより全然高いから、青木くんの周りにいて、うん、あ、これくらいできるんだと思うんだけど、 青木俊太郎を飽きさせないってすごい能力だと俺は思ってるいや、そうですね。2年間毎週ラジオ撮ってんだぜ。そうですね。確かに。俺、学生よりも同僚よりも親よりも君の顔見てる <laughs> <laughs> なんかあんまりこういう関係性っていうのはな,なかなかないですよね。なかなかねえだろう。うん、しかもさ、<laughs> うん 無茶ぶりさえさえ、いやーいや、無理だよ、それはさーとかさ、いや、迷ってんだけと言いながらさ、やってんじゃん、俺。いや、だから、だから半年後には追いつくんですよ、結局、そういう境地に。いや、半年間かかるって、そんなさ。<laughs> あっち向いてるのにさ、こっちでしたって言うんだぞ。<laughs> 確かになん。なんでさ、沖縄行こう思ったら、ここ札幌でしたってなってんのよ。そうっす。それ半年かかるやろ。<laughs> 誰が宮古島行こうとしたらカラフトでしたってなるんですか <laughs> 確かに。それやってるじゃん、俺。確かに、岩野<俺>さん、宮古島ってパラダイス行こうとしてるところ、いや、違うんです。カラフトですってす <laughs> 確かに言ってるわ。<laughs> そうやって。カムチャスカ半島ですよ、岩野さん。<laughs> 言ってるから。<laughs> でも、アロハ買っちゃったよ。<laughs> カリりシじゃないけど買っちゃってる、ね、<laughs> いや、それは脱いで、あの、上下、完璧もこもこの、あの、 ノースフェイスのダウンジャケットを買って行くんですって。いやでも、<laughs> もうちょっとさ着させてよって捨ててくださいって言われて,捨て,て、<laughs> 買ってんじゃん、ノースフェイス。確<か>に <laughs> それで極寒のさ、マイナス20度のところでさ、ついては大きく、こ,これからここは俺たちの宮古島とか行ってんだぜ。<laughs> <laughs> 俺たちの宮古島だ。 いやそれは違いますとか言われながらさ <laughs> 中,は中はちゃんと着ていたよあらはーとか言うんだよ。<laughs> <laughs> いや、常勤の大学の講師が大学なんか踊わこんだからやめて起業しましょうって言,って言われてさ半年間でさそうだねって言えるか、まあ、誰が言う まあ、やっぱり現状維持したいですからね。どれだけそうだなと思ってもさ、踏み込まないよ。うんうん、そうっすね。だって僕自身が踏み込んでないですからね <laughs> まず大事に。それが、あの、すごい一番いい、あれっす、ね、例ですよね。岩野の一番の能力は、行動力です。いや、本当に。 むしろあの、もうちょっと頭を使った方がいいんだろうとは思ってるんですけど、行動力です。<お>だから青木くんの、右だよピコーンって言ったら、右って言ってんじゃん。いや、岩野さんすごいっすよ、ね、本当に。これからもね、青木くんとね、リスナーを飽きさせないよ。間違いないですね。何が起こるかわからないからね。うん なんでなんですかみたいなでもなんか多分やっぱ岩野さんはなんかその掲げてる目標とかはすごいいいと思うんですよね基本的には。うん、でなんかそれは確かにそうなったらいい面白そうだなっていうふうに思うんですけどなんかそこに行くまでのなんかその手段を他の人と違いすぎる方法を使うから、うん、多分結果たどり着かないんだと思うんですよきっと。<laughs> なんかっあのすごい失礼なこと言ってるかもしれないですけどなんか感覚としてはそういう感じですね。 そうね、成功法が取れないんだよ。本当そうすよね、だからなんかエベレストになんかその冬山登山の装備で行ったらなんかそこの目指す先って灼熱だったみたいな,なんかそういうようなことのような気がするんですよ、ね。ただ <laughs> 見てる方は面白いだろうな。うん、<laughs> あいつ冬山装備でハワイに来てますやん。<laughs> そう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  それ汗だくにななりますわみたいなさ <laughs> なんからスイカ持ってなんか挨拶に行くとかめっちゃ面白いじゃないですか。<laughs> そういうのとか。あよくやったよね。うん、ねなんか統計手伝ったらハム送られてきたとかめっちゃ面白いじゃないですか。うう <laughs> でも面白いってあの逸脱してないと面白さってない出ないんですよ基本的には。ずれ <laughs> が生じるってことが面白さなんで。 そ,うでそのズレをね、実行にししてままいますから <laughs> だからそう、だから今田さんの人生自体をなんか、振ってしまったら、なんか面白いんじゃないかとは思いますから、本当に。<laughs> <laughs> あのあれでしょ、ブログの記事、1日2000文字みたいな感じで、あの今日の岩野みたいな。うん いやー今週寝れなくて朝毎日5時起きですよ。<laughs> でもみんなにさ、ふとかが出ろって言っちゃったんですよ、俺。有権実行じゃないですか。しょうが顔洗って髭剃ってね、シャワー浴びてね、どこ行くかって決まってますよね、職場ですよ。<laughs> そしたらさ、朝6時から働いてるじゃないですか。仕事は何時だと思います早くて6時ですよ。12時間労働ですよ。1日時4時間残業してる、週に5日間ですから。 20時間なんですよ。これを1ヶ月続けたら来月は120時間出しますとか言ってるでしょ。めちゃくちゃ面白いです。